トイトブルク森の戦い、ヨーズ・トイトブルク森の戦いは、紀元9年に、ゲルマン系ケルスキ族の族長、アルミニウスに率いられたゲルマン諸部族軍と、ローマ帝国の間で行われた戦いである。ゲルマン諸部族は、ゲルマニア総督の配下のローマ軍団を、ほぼ全滅させた。トイトブルクの森の戦い、トイトブルクの戦いとも称される。なお、ドイツ語では、 ローマ軍総司令官の名をとって、ウアルスの戦いと呼ばれる。2009年、戦闘2000周年を迎えたドイツでは、戦場後で記念式典が行われた。ローマ軍の総司令官は、プブリウス・クインクティリウス・ウアルスであった。彼は優緒正しい家柄の貴族であり、7年にゲルマニア総督に就任した。ちなみに、ウアルスは、最初の妻については知られていないが、 二番目の妻に、アウグストス唯一の娘、ダイユリアと再,再婚した、アグリッパの娘、ウィプサニア・マルケッラ。三番目の妻に、アウグストスの姉、ショー・オクタウヤの孫娘クラウディア・プルクラがおり、ユリウス・クラウディウス長と、遠赤関係にある人物であった。ウアルスの軍は、三個ローマ軍団、第十八軍団、第十九軍団と、アウクシリア六個大隊。 同盟軍騎兵三古大隊から構成されていた。ウアルスはこの地のゲルマン諸部族に貢ぎ物を求めるだけで、あえて征服しようとはしなかった。ケルス貴族他の諸部族は、ウアルスのこの平和主義をうまく利用し、戦争の準備ができるまでの時間稼ぎをした。キガジュクスと遠方の部族が、ローマ帝国に対して反乱を起こした。ゲルマン人の一部族である。 ケルス貴族からの援助を取り付けたウアルスは、軍を組織して、これらの部族を討伐するための軍事行動を開始した。ローマ軍が分け入ったトイトブルクの森は、道も細く、あたりは、小宅地であった。さらに、天候は激しい嵐となっており、行軍するローマ軍の体系は、乱れ、組織的な行動ができなくなっていた。アルミニウスは、ローマ軍との正面衝突を避けて、 森の中に兵を潜めるとともに、ローマ軍へのゲリラ戦を仕掛けた。このような待ち伏せ攻撃は、連日、繰り返し行われた。それでもローマ軍は一歩も引かなかったが、雨と共に続く襲撃によって一方的に殺戮され、およそ2万人のローマ軍兵士が死亡、ウアルスは受決した。この敗北を聞いた皇帝アウグストゥスは、ウアルスよ、我が軍団を返せ。と叫んだと言われている。 当時のローマ軍は国境線防衛に必要な数以上の常備軍を備えておらず、ウアルスの敗北はライン方面の軍団が消滅したことを意味した。このためウアルスの軍団の後輩地にあたるガリアはゲルマン人侵攻の恐怖に包まれたと言われ、アウグスティスは暴動が起こらないように戒厳令を実施した上で各属州総督の任期を延長した。10年。 ゲルマニア総督としてティベリウスが派遣され、ガリアへのゲルマン人の脅威は退りけられた。ありがとうございます。